豊富なな経験と確かな技術別自動車整備工場本日の整備動画は日産19の11万キロ走行のスパークプラグ交換作業について解説しますこの車両はエンジンにインテークマニホールドが覆いかぶさっている形ですので取り外す部品が多くなりますこれらの部品を取り外してスパークプラグを交換します 今回はインテークマニホールドを取り外したので接続面のパッキンも新品に交換しますこの形ではスロットルボディの清掃も行うとよりいいと思います組み付け確認を入念に行います簡単ではありましたが以上が2030クのスパークプラグ交換の 少し解説になります。ご視聴ありがとうございました。